ソフィア協会オショーピングの14ショーピングは、スウェーデン南部、スモーランド地方の都市。人口84,423人で、国内第9位の都市である。4ショーピングは、地区裁判所所在地である。地理的に、4ショーピングの町はスウェーデン第2の大湖ベテルン湖の南端に位置する。湖岸の砂浜が行き渡る4ショーピングは、 非常に美しい都市であるとされている。四ショーピングの原型の街は、同じ県内に属するヒュースクバーナと、ノラハンマルと共に1971年以降都市圏を形成し続けてきた。四ショーピングは、古い貿易の中心地である。二三川とラガン川沿いの道路のための交差路が、この場所にあり、他にもエステルイエートランド地方とベステルイエートランド、 地方との間の道も通っていた。これは二つの県を分ける境界であるベッテルン湖の南端にある市の地理的な位置のため、むしろ自然であった。1284年5月18日、ヨンショーピングは国内初の共同体の一つとして、国王マグヌス三世によって市特権を授けられた。マグヌス王は、当時、ベッテルン湖最大の島ビシングソ島から国を広く、 統治していた。市の名前、JN は、水路に由来する。ジューンバック園は、現在市の西部、タラビッドにある。ここは、最初一体の定住地として知られていた場所である。第二の言葉、シューッピングとは、上記で触れているように、貿易中心地、または、市場の場所を意味する古い言葉である。しかし、市の地理的位置は、外国からの攻撃に対しもろいままだった。 主として、デンマークが、川伝いに、南からやってきたのである。当時、スウェーデン南部にある地方は、スコーネ、ハランド地方、ブレーキンゲ地方であったが、これらは、デンマーク領だった。必然的に、市は略奪され数度化を放たれた。これは16世紀と17世紀に防御施設が、完成するまで続いた。ヨンショーピングは、 1845年から1970年までマッチ製造で知られていた。現在も重要なスウェーデンの物流センターであり、イケア、エレクトロラックス、ハスクバルナといった大会社の中央倉庫がある。今日のヨンショーピングは、ヨンショーピング大学で高等教育を受けられるため、人気のある都市の一つとなっている。ヨンショーピングで学ぶために、 外国からの交換留学生が毎年やってくる。4ショーピング都市圏は現在、ハスクバルナにある東部工業団地を含んでおり、共に成長している。大きなフェアや展示センターであるエルミアも4ショーピングにある。フェアには、世界規模の林業フェアであるエルミアウッドも含まれている。エルミアのフェアも、下請け負い、トラック、大運搬車。 鉄道といったもののヨーロッパでの最大級展示会である。2002年からエルミアも世界最大のランパーティードリームハックのサイトも持つようになったパノラマオブセントラルユーンクーピング。ありがとうございます。